日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市水島貫島やが,らやがらは岡山県倉敷市水島にある地域である貫島の中部を占める古刹宝島寺,寺の所在地として知られるやがらは旧亀島村域であったため亀島エリアとされることもあるが一時旧貫島村に属していた時期もありなおかつ現在は 矢柄の大部分が蔵島と同じ小学校区で、あるなどの理由から蔵島との関連性も深い。当地は、蔵島町矢柄の一地区からなる。蔵島3階の中部に位置し、山の南と北に広がっている。南側が矢柄の中心地区なので北側は事実上の飛び地の状態である。歴史的背景も考慮し、北面は工述の北面の章で記述する。 金星諸島まで赤夜村と称し、戦国時代の毛利氏統治を経て、江戸時代になると、寒冷18年に、周辺の貫島の村々と共に、幕府領となり、松山大館小堀氏の支配下となる。昭法3年に、東村の西側にあった枝村の西の裏村が、独立村となり、やがらと東側にあった枝村諸村を、あがら村とした。万事元年に旧赤夜村が、 矢柄村として、再分離した。漢文元年、南沖を干拓し、矢柄牛をに行った、同四年に、矢柄立つ神殿が開墾される。十七世紀後半になると、さらに、南沖合が、東隣の大江、蔵島村沖の神殿に続いて干拓され、亀島神殿が造成された、遠方年間とされる。万事元年、成和藩の所領に移り、明治に至った。 備中村間に267国6都2章5号の記録が残る。他に、宝島寺寮が IQ として存在した。また、水府屋敷五女地垣では、上記貫島の大江と共に、裏手御用を務める裏組村村とされている。明治になると、明治8年6月28日に、山の北側の北面神殿を分離。 同10年5月25日に、大江貫島村と合併し、貫島村になるも、同22年6月1日に分村し、亀島新田村と合併して亀島村となる。同36年1月1日に、新しい貫島村となった。地名は、源平水島合戦の時に、那須よ一が、扇の的をいた矢の柄が流れ着いたことに由来すると、され、 やがらが点火して、あからや、あがらとなり、再びやがらとなったとされる。道地にある、宝島寺は、その時の矢を宝としたことに由来するとも言われる。宝島寺は、近世の瞑想を、サビゲンが長く、住職としていた寺院で、二王門は、室町時代の混流とされ、庭園は、小堀園州が造園による。二王門は、室町時代の建造であり、 市の重要文化財である。北面を除く全域が津良島東小学校区。北面は津良島北小学校区。北面を除く全域が津良島中学校区。北面は倉敷第一中小学校区。北面地区を除く。ありがとうございます。